前回のあらすじ、グルメレースをした。どうも皆様、お久しぶりです。今日も元気に平和な世界を楽しんでいこうかと思います。動画の投稿が遅くなってしまい、申し訳ないです。何分、争いことが大好きな、この世界に行っていたもので。いやーやっぱり楽しいですよ。あまたの実況者がわざわざ EU を購入してまでやる価値はありますよ。私もドハマりしてしまいました。残念ながら、収録環境も腕もないので、動画にはできませんが。ローラーでコロコロする爽快感はたまらない。で、後ろでライジングワールドが始まってるじゃないですか。気を取り直して、今回の目的ですが、探索をしてみようと思います。本当は、ライジングワールドのバージョンアップで、新しいバイオームが追加されてから、探索したかったのですが、とりあえず、久々なので復習から。前回は、ここのグリルを使っての、グルメレース。植林場と、畑を作りました。とりあえず、手荷物の整理をして、準備をしましょう。前回は、南の方向へ、鉱石を取りに。前々回の探索では、西の方向へ迷子になりに。一番最初の探索では、北の方向へエンダー市に行きました。どれもこれも、今となってはいい思い出です。そして、これからのために、さらに周囲の探索をしようと思います。あとに探索なのは、東の方向と、今日これから探索する予定の、南の方向のさらに先です。南の方向には、鉱石を探索するために行きましたが、案外近くに見つかったので、今回は、そのさらに奥へ行ってみようと思います。それでは、出発。あそこに、ライトが見えますね。ということは、はい。前回の探索で発見した渓谷です。ここでは、新アイテムだった鉄を入手することができました。今回は、地下で鉱石探索ではなく、地上での探索をしていこうと思います。あ、鉄鉱石。明かりでマーキングしておこう。これでよし。では、地上に戻って、探索しに行きましょう。なんか、いい感じにオブジェとかできないかなー。手持ちのアイテムじゃ厳しいかな。ブロックをいくつか持ってくればよかったなー。また今度作るとするか。ウサギを見つけました。あーそこでぴょんぴょんしないでください。2機を負けない人々が来ちゃうでしょ。もうちょっと大きい数いちゃうぞ。まあ、そんなことより、ウサギちゃん。あなたが今頑張って登ろうとしてるのは、マッターホルンのように険しい山なんですが、それは、ああ、眩しかったね。ごめんごめん。まあ、ウサちゃんが登れないような山なんか、登れない。って、ウサちゃんは逃げていくし、私は登れるし。今履いている靴、どんな構造になっているのかね。どう見ても垂直な山をスイスイ登ってるよ。そして登頂成功。絶対、靴の裏にスパイクでも仕込んでるんじゃないのかな。すごいやつだ。私って。まあ、新たな発見もしたことですし、先へ進みましょう。ここからは、綺麗で平和的な風景を見ながら、これまでの動画で気になったコメントを返していこうかと思います。これは平和じゃなくなるパケン、笑。私もそうなると、最初は思ってました。しかし、今の段階では、とても平和にやっていられるので、何の問題もありません。大丈夫です。
こういう工夫をしている動画好きだなぁ。お褒めいただき、ありがとうございます。今後も、頑張っていくので、どうぞ温かい目で見守ってください。カーテンか。これいい感じですねー、など、カーテンを惜しむコメント、ありがとうございます。正直、このコメントにはびっくりしました。また近いうちにやろうかなと思ってます。お楽しみに。あるある、人参のご収穫に関してのコメント、ありがとうございます。また探そうと思います。その時は間違えないように。あと、未だにヤギさん5人騒動に対してのコメントがちらほら。私、都会の人間なんて、動物のことよくわからないです。そのあたり、多めに見てもらえると幸いです。今回の米返しは以上です。たくさんのコメント、ありがとうございました。今後も、ゆっくりやっていくので、よろしくお願いします。さて、謎のトンネルを発見しました。スイカは2房から1個しか取れませんが。話を戻して、トンネルです。見てみましょう。何ですかこの黒目は。非常にびっくりしたじゃないですか。上から穴に向かって落ちたら、下まで真っ逆さま。見ているだけで不気味です。さっさと退散しましょう。あそこに見える針葉樹的何かは何だろう。近くまで行って、録画開始して、視聴者様にコメントもらおうっと。うちの裏手側にもあるけど、まあ、せっかくの機会ということで。この木にしましょう。じゃあ、録画を開始してっと。なんかカメラが動いた気がし、うわぁ。絶対動物の熊だぁ。全力で交代しつつ応戦だぁ。こいつ、無駄に早い。これで巻いたかな。そんなわけなかったぁ。こっち来るな、こっち来るなぁ。やった。のか。さらにこいつ手ぶらやし。くっそ。ああ、怖い思いしたわ。もう、さっさとさっきの木を回収しよう。一応、周囲を警戒しつつ。体力回復に、スイカを食べよう。あと一発食らってたら、死んでいたかもしれない。さて、スイカを食べながら、さっきの木に近づこう。周りはダダダ大丈夫だよね。もう襲われたくななないんだから。左よし。右よし。よし、さっさと伐採して回収しよう。そして急速に離脱するぞ。この辺りまで来れば大丈夫かな。回収品目を確認して。苗まできちんと回収済みですね。よし、問題なしです。こんな恐ろしい目にあったので、全日本もう帰りたい協会会員の私は、帰宅を宣言します。その後、日が陰ってきたので、山を登って、足場作ってる途中で、操作ミスって落っこちて、テント作って、設置して、すごいところでアクロバット就寝をして、いつまで経っても夜が明けないから周囲を探索してたら人参見つかって、大喜びで懐中電灯を取り出してチカチカし出す私。って、しないんかい？忘れないようにマーキングをして、気づいたら夜が明けていたので、帰路につき、帰ってきました。というわけで、今回はここまで。次回はちょっとしたものを作ろうかと思います。それではまた。